揃いました。比重が良い。かわいい。いいね、美中。以上です。
しいようなも欲しいけど、でもやっぱりかません。でもやっぱりかません。そこ、いやこれ私絶対失敗するやつや、無理だ。ちょっと精神が落ち着いてる時にやろう。ねえこれやばくないですか。え、ヨナ、ヨナやん。え、もうこれちょっとめちゃめちゃ楽しみしてますこれ。いや、生意気盛りも読もうとも思ってる、読みたいんだけど、やっぱ長いじゃない。長いとやっぱ手出しにくいっていうのはちょっとね、お金の面であるよね。待って待って待って、えー、そんな折れ方ある？何この折れ方、カンカンうるさいな。アニメ化決定おめでとうございます。いやー、まさかのアニメ決定、楽しみすぎる。普通にマジで面白いですよこれ、皆さん見てください。ということで開けます。さっき5月の Vlog の編集を終わらせたんですけど、お、あ、そうだそうだ、もらったんだわ。お腹鳴った。終わらせたんですけど、ちょっとこのね、開封してる時に喋らないようにしてたの、いつも。そう、してたんだけど、ちょっと喋んなかった喋んなかったで、文字をね、入れなきゃいけないなと思って、そう、文字入れるのがすごい、大変なんですよ。だから喋ろうと思って。そう、だから喋ります。これさ、何がいいかってさ、このマット素材の上に、この、ツルツルコーティングがあるんですよ。それがいいんですよ。ビジューがいい。で、こちらアニメイトで買ったんですけど、アニメイト特典。私ね、これもらったんですよ。なんか名刺みたいな。かわいい。かわいい。あ、違う。何を笑おうとしてんの。ブックカバーつけなきゃ。難しいのが、意外にこう喋ってると、わあ、ここ喋んなくてよかったのにとかいうのがあるんですよ。こう、編集してて、カット編集の時に、わあ、ここで喋らなかったらこのままうまい感じで繋げられたのにとか、そういうのがね、あるからね、ちょっと、どっちもどっちなんですよ。だけど、その5月の編集に関しては1時間近くあって、さすがにこれはちょっと大変だなと思ってやめました。カットして1時間ですよ。本当にすごい。もうこのアニメは本当に楽しみでございます、私は。で、楽しみに生きていきます。ここら辺に置いとこう。今日はね、だいぶハイアングルなので、良きです。映画が始まるのもあって、買いました。まあ、いつもは読まないジャンルですよね。矢野くん、まだこれ2、1巻からまだ読んでないけど3巻目虎で買ったやつか。友達におすすめ、お、友達に勧められて一気に買ったやつなのでまだ読めてないんですけど、もう読みます。だってさ、結局だよ、
結局この全部買った漫画たち今開けてるのが7月28日に開けてるんですよ。マジで6月忙しかった本当に買うだけ買えてたはいたんだけど、マジで忙しかった。本当に夜なカフェは予約しちゃってたから行かなきゃいけないっていう任務感があったんですけど、もうそれ以外マジで無理だね。この動画を撮る時間ができなかった？眠すぎちゃって。なのでめちゃめちゃ今楽しい。今めちゃめちゃ楽しい時間を送っています、私は。いやー、いいな。エロい。うわー。めちゃめちゃいい気で。こりゃ楽しみ。これは、なんかツイッターで回ってきて、見てた。これもやばいね。さらばゴーレム学園。バッキバッキーオーレなよ心だよ。こんなこんな肉だって何を精神をだよ。キモ笑い方がオタクだった。仕切り直してダダン。これは以前にも買ったんですけど、アニメート特典が欲しかったので、しかもね、なんかペーパーもついてるっていうことだったので買っちゃいました。前回は多分ツタヤだかな、ツタヤで買いました。はぁ、いいじゃない、マジイケメン。別にこれは開けなくてもいいかな。じゃん。これはたまたま池袋行った時に、トラどこだっけ、あれ池袋のどこで買ったかちょっと忘れちゃったんですけど、どこだ、書いてない。日高くんね、いいね。あ、そうだ、あ、行きたい。ちょっとこれ友達連れて行きます。気になってました、これ。新連載かわいい。あ、いるやんいるやん、メンヘラ男子。あ、読みたい読みたい。ダブルヒーローだって。あー、これは迷うね、迷うやつ。ちょっとね、なんかチラッてどっかで読んだんだよね。
単行本買っちゃったからなんかアプリ無料で読むのちょっとなんか躊躇しちゃってずっと読んでないかったです。楽しみ。ちっちゃ。唯一字引き。相馬今日、高かったです。あ、待って、いいじゃない。あ、待って、この美女、いいね。いいね、この美女、本当に。こちらの美女です。660円ですよ。漫画1冊買えます。1、2、3、4、5、6、7、8。8冊買えますね。まあ、いいんじゃない？いいんじゃない？まあ、私はこのためにね、バイトをやってきてるんで。ということで、インスタにあげます。はい、ということで、今回の動画を見ていただきありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。ブルーバー好きな方はぜひコメント待っております。いいね。秋と美女よ。いや、これね、実はクレノマを買おうか迷ってて、迷ったんですけど、クレノマでにも手を出してしまったらもう私の手は止まらないということでやめました。はい、以上です。じゃあねー。